で一方この亡くなっちゃった奥さんの上優との間にはこの子もできていたわけですよ。でこれあんまり若い女性にするのも良くないんですけども、世の中にはですねこういう浮気的なこうやましいことがあると妙に奥さんに手厚くなるタイプの男っていうのが、はあ、いるんですね。いるんですよ。外でそういうことをしてくると家でも張り切るタイプの男っていうのがいるんですよ、はあ、で家でも張り切ってこの子ができちゃったわけですよ。ああそういうことですね。でもその結果この奥さんは式を早めることになっちゃったわけですよ、この子を産んだがために。これはモネとしてはさすがに罪の意識を感じませんか。そうですね、感じだと思います。俺はもし俺ならもう耐えられないですよ。自分が死んじゃいますよ死んじゃうわけにもいかないですよ。こんだけの連れ子連れてこられて、はい、この時点でこそこんだけ大きくなってますけど、まだこの子はちっちゃいですよその当時は。でそんなこともあってまあきついと、きついけどもうこうなっちゃった以上はこれを家族でやっていくしかないじゃないかと、この家族と幸せになっていくしかない、この家族を幸せにしていくしかないだろうという気持ちでこれをもう一回書いたんじゃないかと。最初の一枚を書いた時のような気持ちで今度はこの家族とやっていこうと思って書いたんじゃなかろうか。だけどもさっきも言ったように顔が描けなかった、やっぱりこの上優の面影っていうのが出てくるし、まあ夢に出てきて責められもするだろう、あんたなんてことしてたのよみたいな、知ってますよ私みたいな、あの子うちの子に似すぎてませんかみたいなことを夢で言われるかもしれない。でこの連作っていうのはそういうその亡き奥さんへの罪の意識から成仏してくれ、まあ、キリスト教徒だから成仏とは言わないけどそういう気持ちで書き続けたんじゃないかと思うんですよ。